東143丁目、セントメアリーズストリート駅は、ニューヨーク市地下鉄、IRT ペラム線の駅である。ブロンクス区、モットヘイブンとポートモリスにまたがるサザンブールバードと、東143丁目の交差点に位置し、6系統が、終日停車する。南広報ムへの階段駅は、ペラム線が3番街マイナス138、丁13目駅からハンツポイントアベニュー駅まで、 延伸開業した1919 19年1月7日に開業した相対式ホーム2面と観光線2線、急行線1線を有した2面3線の地下駅で中央の急行線はラッシュ時に6系統が通過している。駅は1960年代にホーム有効長を延長している。また南北ホーム間は改札内で行き来することはできない。当駅は ブロンクス区内のニューヨーク市地下鉄の駅において最も乗降客数の少ない駅で、かつ元 IRT の駅として最も乗降客数の少ない駅となっている。駅の改札口は南北ホームでそれぞれ独立しており、両ホーム生誕に改札口がある。それぞれの改札口に回転式改札機と切符売り場、地上への階段二つがあり北港ホーム側は、 サザンブールバードと東143丁目の交差点南東南西に南広報部側は同交差点北東北西に接続している。ありがとうございます。